みんなの気になる情報ナビゲート。今回のテーマはこちら。急激な作画崩壊を起こして打ち切られてしまったアニメ。突然ですが皆さんは天空戦騎シュラトというアニメをご存知でしょうか。天空戦騎シュラトは1989年から放送が始まった異世界ファンタジーアクションアニメなのですが、放送後半から急激な作画崩壊を起こし打ち切られてしまった作品として知られています。そこで今回はそんな今も語り継がれる作画崩壊アニメ天空戦騎シュラトについてご紹介させていただきます。天空戦騎シュラトとは、ということでまずは天空戦騎シュラトのあらすじや概要を簡単にご紹介。天空戦騎シュラトは格闘好きな熱血少年のシュラトとおとなしく慈愛にあふれる少年のガイ、性格は全く違うものの親友同士の2人が空手の試合中突然大きな光に包まれてしまい、どこかへ飛ばされたシュラトは天真爛漫な少女ラクシュのキスで目を覚まし、そこが人間界とは異なる世界天空界であることを聞かされます。あまりの出来事に戸惑いを隠せずにいると、今度は敵意をむき出しにしたガイが現れ、なぜか襲いかかられてしまいますが、偶然持っていた獅子のシャクティが共鳴し、鎧をまとった姿シュラ王シュラトへと変身。その後ガイの説得を試みながら応戦するも、隙を突かれたシュラトはピンチに陥ってしまい、そんな絶体絶命のところをカルラ王レイガを名乗る者に救われました。そんなレイガの案内でシュラトは天空界を導くデーバ神軍の調和神ビシュヌとの対面を果たすことになり、シュラトとガイももともとはデーバ神族であり、特別な称号を持つ八部衆のメンバーであること、そして1万年前に天空界で起こったデーバ神族とアスラ神族の争いが今また再び起ころうとしており、シュラトとガイはその戦いの宿命を負った戦士としてビシュヌが天空界に転生させたことなどが告げられます。そんな中、それを聞かされたその夜、同じくデーバ神軍の司令官こと雷帝インドラが反乱を起こし、ビシュヌを石へと変えた上にその罪をシュラトに被せてしまいました。しかしビシュヌも最後の力を振り絞り、シュラトとラクシュ八部衆のヒューガを遥か遠くの地にまで転送することに成功。こうして様々な思惑が交錯する天空界で罪と汚名を着せられてしまったシュラトたちがビシュヌを救い、その濡れ衣を晴らすべく打倒インドラを掲げて旅をしていく物語で、それまで SF バトルものに強かったタツノコプロが一転、異世界を舞台にしたファンタジーアクションものとして制作し、1989年4月から翌年1月までテレビ東京系列で放送された天空戦騎シュラトは、密教を題材にしたシナリオをタツノコプロから依頼された脚本家の赤堀悟さんが、似たようなものだろうと考えて買ったインド神話の本を参考資料にして生まれた密教とインド神話をモチーフとした東洋的な世界観で構成されたストーリーが特徴の作品で、加えて声優陣には関俊彦さん、水谷優子さん、そしてまだ駆け出して間もない頃の小安武人さんらをメインキャストに据え、他にも堀内健雄さんや山寺宏一さん、ブレイク直前の林原めぐみさんといった多くの実力派声優が出演したことでアニメファンからの注目を集めました。さらに本作は商業的な成功を収めたアニメセイントセイヤの影響をもろに受けており、多数の美形キャラクターたちがシャクティと呼ばれる鎧を装着して激闘を繰り広げる内容が被るも、セイントセイヤの終了直後にスタートしたためそれがかえって有利に働くことになり、放送開始当初から女性層を中心として高い人気を誇りました。打ち切りに至った経緯。そんな本作ですが、企画当初の時点では4クール全52話の放送を予定していたそうです。しかし制作が進む中、最終的にはその半分の2クールの放送になることが決定しました。ところが戦術のように様々な面で話題を呼び、想像以上に好評を博したため、急遽として当初の予定にあった4クールのプランに戻し放送が延長されることになったのですが、
これが悪夢の始まりになるとは、この時誰も知る由がありませんでした。本作はこの時代のテレビアニメとして、かなりハイクオリティな作画を披露しており、そしてその高品質な作画は、放送開始前に決定した本来の最終回にあたる、2クール目第24話までは維持されていました。しかし急に延長が決まったことから、作画スタッフはすでに決まっていた別の仕事へ、軒並み回されており、人材不足に困った制作陣はやむなく、原画及び作画を海外発注せざるを得なくなり、以後放送を重ねるごとに、その発注数は増加していくことに。その結果、高水準で知られた作画の品質は急激に悪化し、アニメ史に残る作画崩壊が巻き起こってしまったのです。具体的には、3クール目に突入し、アスラ新聞との戦いが本格化していく中、背景をはじめ、キャラクターの顔や体の造形までもが、徐々にムラのある作画になっていったほか、特にひどかったのが、シリアスなセリフの応酬があるバトルシーンで、キャラクターがテケテケ走りするなど、動画として致命的な、まるでジフアニメかのような、カクカクとした動きが全体的に頻発し、まだ作画崩壊という言葉もなかった時代、後にシュラッテルとまで称される、この衝撃の仕上がりにファンは唖然。それまでとのクオリティの落差から、ブーイングの嵐が巻き起こってしまい、視聴者離れが加速した末に、打ち切られることが決定。最終的には本編38話と総集編2話の、3クール全40話で幕を閉じました。ちなみに最終回に関しては、漫画家で知られる浅見明先生が、アニメーターとして本名の菊池道隆名義で作画監督を務め、なんと2クール目までの高品質な作画が復活。しかし一方で、それが3クール目以降のキャラクターと全く違うことから、逆作画崩壊状態を招いてしまい、最後まで作画クオリティが定まらず、視聴者を翻弄した伝説の作品として、後世にまで語り継がれることになったのでした。打ち切りに関する余談。こうして作画崩壊アニメの代表の一つともなり、打ち切りにまで追いやられてしまった本作ですが、打ち切りに関する余談として、テーマの一つに密教を扱ったことが、打ち切りの原因と言われたこともあります。これは、密教を取り入れたせいで宗教団体からクレームが届き、それが原因で打ち切りになったという噂が、どこからともなく巷に流れたというもので、その噂は次第に話題性を持ち、ついにラジオ番組でも取り上げられるようになり、噂を信じた一部のファンから、残念ですなどの手紙が、タツノコプロに届くほどの信憑性を帯びたそうです。しかしながら実際にはそうした団体からの抗議はなく、打ち切られたことに関して、宗教的な理由によるところは一切ありません。また別の余談としてもう一つ、おもちゃの売り上げが芳しくなかったことも、打ち切りの要因として挙げられるのですが、主力商品として展開された、シュラ王シュラと、ヤシャ王ガイ含む、メインキャラクター4体のプラモデルは、全身各部の関節が稼働する上に、シャクティと呼ばれる鎧のパーツを取り外して、メインスポンサーのバンダイがミニ四駆を模して出していた商品、ハイパーレーサー 4WD に、そのパーツを装着できるというギミックまでも搭載していました。しかしシャクティのデザイン面による都合上、ポーズを取らせることが困難だったことに加え、最大の売りとなる走行ギミックの再現には、別売りの商品が必要ということもあり、ヒットには遠く及びませんでした。ちなみにこのおもちゃにまつわる制作当初の裏話として、軸となるモチーフやジャンルが決まった時点で、当時のミニ四駆ブームを鑑みたバンダイから、ミニ四駆を取り入れてほしいとの要望を受け、商品が開発されることになったのですが、さすがにその段階でミニ四駆の要素を入れるには無理があると、脚本家の赤堀悟さんはその案に反対。しかし最終的にはプロデューサーの指示で、ミニ四駆要素を取り入れることになり、赤堀悟さんはこの時、作品には商品ありきということを悟ったそうです。話は戻りますが、このおもちゃの売り上げ事情も、打ち切りの理由として明言されてはいません。しかしながらアニメの放送を継続する上で重要となる、視聴率とおもちゃの売り上げの相関関係は無視できず、
あの作画崩壊が視聴率の低迷を招いた結果、それがおもちゃの売り上げに響いたとも考えられるため、本作が打ち切られる要因となった一つの説として数えられています。今回は、急激な作画崩壊を起こして、打ち切られてしまったアニメ、ということでご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか？当チャンネルでは他にも、様々な動画を投稿していますので、ぜひご覧ください。ということでここまでのナビゲーター、さくらまいでした。